Sí. カップ優勝おめでとう。ありがとう。ありがとう。おめでとう。イエーイ。優勝した。3連覇。すごい。9回目の。すごい。まあまあ。スカパラダさんありがとうございます。今日はすごかったですね、カップ。シルフィードさんありがとうございます。すごい。イシケンマシンさんありがとうございます。やったね。友達が本通りにいたんですけど、そう、やばかった。もうすごい人がいっぱいでした。ズムスタ見に行ってた。すごい。やっほー。カズチンさんありがとうございます。そう、3連覇だから33分に予約入れたけど伸びちゃって35分になっちゃった。ようちゃん早く体調直せよ。ようちゃん早く体調直せよ。ありがとうございます。私も。いおりぴーさんありがとう。ありがとう。すごいね。すごい。おめでとう。メールでなんか言いたかったけど。ガンツーさんありがとう。なんかなんだっけ、タイムラグだ。タイムラグがあるからね。こんばんは。てっぺいさんありがとう。いやーすごい。今年はオーロラビジョンにも STU 選んでいただいて、4人もしかも選んでいただけて。今日学校で泣いちゃったんだ。なんで。頑張れ。4人も選んでいただけて、そう、オーロラビジョンに、有名人リレーに自分がで、なんか映ってるなんてすごい、すごくね、信じられないこととか。すごい一日でした。一日じゃない、すごい、すごい一年だったし。そう、それを見にスタジアムにも、球場に行ったりしました。ダムダさんありがとうございます。あんまり球場にも行けないし、めちゃめちゃすごく知識があるっていうわけでもないんですけど、嬉しいです。カープ、イエイ。そうそう、ビジョン見てみちゅって叫んでる人いた。嘘。
嘘どなたですか。重ねは親と見てきました。いやーすごいカープ、ちょっとそう今日はちょっと早めに終わりたいと思います。今日喜怒哀楽撮ったんですけどね、ちょっとねなんか下手すぎてやめた、ごめんなさい。最近村でやり送ってもらってありがとう、送りまくってます。そうラッシュちゃん、ダムドさん、タイガーさん、ありがとうございます。いやすごいね、お疲れ様。何分11時、ひろくんさん、きよさん、ももさん、ありがとう。あ、花束、いすけましんさん、花束、イエーイ、ありがとうございます。うん、3連覇すごい、日本一よね。リップね塗ってないかな、塗ってるかもわかんないな、取れてる気がする。お久しぶりです。うん、11時ちょうど、どうしよう、11時3分に終わろうかな。こんばんは、3人こだわり、ありがとう。いやーすごい、ありがとう。そう広島セールだねすごいいっぱいセールセールってコメントが来る。カープ優勝決まったぜ、すごいね。タイガーさん、ヒデニアさん、ありがとう。うん、そう次はサンフレッチェも J リーグで1位になってもらえたら、広島すごくすごくですね。すごいすごいね、自分の球場で優勝ってすごく嬉しいですよね。機嫌悪くない、全然。タイガーさん、花ちゃん、ありがとう。
とね。ね、嬉しいですよね。27年ぶりを。初見です。ありがとうございます。うん。私がまだ生まれてない、 ST みんな生まれてない頃ですね、うん、地元での優勝が。ホテルのおしめ、おしめ向井地美音さん、みずほさん、ありがとうございます。そう、カップユニです。来てたの、ちょっとね、なんかなぜだかわかんないんですけど、今日はちょっとなんかクラッとするので3分に終わらせていただきたい。ごめんなさい、今日はあまり遅れないで来た、来れた、お、やった。誰に、市岡選手です。ありがとう。うん、限定のユニフォーム、クライマックス見に行きたい。行けたら行きたいですよね。すごいよね。イシケンマシンさん、ありがとう。いや、嬉しい、本当に。本当に。なんか、広島。あ、キヨさん、クマ、ありがとうございます。クマ、ありがとう。そう、チカップよかったっちゃけど。ありがとう。広島。の人たちみんな、まあ、カープ以外の球団を応援していらっしゃる方もいるんですけど、本当に中学校高校いっぱいいっぱいカープファンのね、同世代にもいつもカープファンの人たちもいて、街も赤く染まってて、いつもなんか優勝とかそういうの関係なくてもいつもカープ応援みたいな、いつも、ね、街で見かけるし、本当に広島はすごい一丸となってカープ応援してるので、そう、カープが優勝してくれて、多分広島がちょっとじゃない、もっともっと盛り上がりますね。本当にすごいですよね。
だけだけど応援応募してよ。ありがとうございます。再販ありがとう。再販何連覇までいくんだろう。どうだろう。優勝いいな、いいな。あ、嬉しいですね。再販売り切れすぎてて辛い。本当ですか？結構外れた。嘘。ゆきさんありがとう。ゆうすけさんありがとう。再販だ。苦戦して外れた。嘘。次のシングルで剣取るね。ありがとうございます。待ってます。本当にビューティー型ありがとうございます。あとは一部だけどね。すごい。どういうこと？どういうことですか？11月までかも。あ、そういうこと？え？どういうこと？あ、そういうこと、どういうことって言った。ラブレター消えちゃったの。二部と三部が完売。10月21日。うわあ。うおー。10月21日だけの再販だったんですっけ。時間ね。すごい。まあ一部は皆さん眠いですよね。わかる。こんばんは。カープ見て、カープ見て。登録不備分。確かに。一部しか撮ってない。なんで？未知の誰なら眠くない。ありがとう。確かに。いやー一部で待ってます。でも一部結構なんか寝坊したって言って3部2部とかくらいから来る方多い気がする。最近でもみんな起きてくれるようになったかな。土源はね田中孝子ちゃんがよく使ったんですけど、どうですかみたいな感じです。優勝やった。つーまさんありがとうございます。そうそう、起きれなかったらそれもまた運命。いやいや起きてくれよ。それは起きてくれ。起きてくれよ。ねえ、あんちゃん、寝坊したことないんだけど、すごない？すごい。覚えておきます。ユースさん、ありがとう。今日のみちはいつも以上に可愛い気がする。嘘。ドドドドドナチュラルメイクですね。
そう、ドゲンオツカのコッコの影響です。いやー、いつから私はこんなに皆さんが握手会に来てくれて完売になるようになったんだろう。本当。昨日とのギャップがいっぱいですね。確かに。ドドドドドナチュラル。昨日より触覚伸びてない？伸びてる気がするよ。ギュギュギュッ。あーでもあのショールームのあのイベントしてる時から好きになりましたって言ってくださる方が結構たくさんいる気がする。そう、ショールーム選抜の配信の時、セリアさんありがとう。カープみたい。そうそう、あんなに寝まくってたのに皆さんありがとうございますね。え、本当にイベント後に好きになった。ありがとう、嬉しいです。なんで私を知ってくださったんですか皆さん。今日は僕も早く寝ようかな。うん、そういう日もあっていいと思うよ。カラオケ配信、いやいやいや、ショールームきっかけ、あ、でもショールーム大切ね。星集めですか？星集めからなの？握手会で好きになりました。握手会でよ。ありがとう。嬉しい。NMB の出張公演。お、嬉しい。カラオケ配信。ああ。やったやった。ありがとう皆さん。ヤグペコさんありがとう。あ、ヤグペコさんありがとう。いやー、いつの間にか七並べで2回対戦してから見てます。おお、こんにちは。ふうみんさんありがとう。どうして私を選んだの。54枚目いきます。待ってます。今日からメール取った。ありがとうございます。 ありがとう。どこからメールってたどり着いたの。嬉しい。頑張ります。好きな種の歌い出しのところって中井理香さんなんて言ってるの。恋は握力の問題です。恋は握力の問題です。昨日からメール取り始めたけどメール多くて嬉しい。お、ありがとう。いちご大福さんありがとう。頑張ろう、頑張ろう。気づいたら。熊之助さんありがとう。
中国電力の CM 見てから道の子が気になった。すごいきっかけ。